スーパートラック、やあ、明日のペイントボールパーティーの準備してるのかな？うん、頑張ってね。ベン、ペイントボールのコースを作ってるのかい？ベイビーマットを気をつけてね。本当はそっちに行っちゃダメなんだぞ。ベイビーマット大丈夫かい？これスーパートラックを呼んだ方がいいかもね。ベンのことを手伝ってほしいんだカール。いろいろあってベイビーマットがゴミの下敷きになっちゃったんだ。なんとかできないかい？よし、じゃあ行こう。ショベルカーか。なるほどね。いいぞスーパートラック。じゃあベイビーマットを助けに行こっか。スーパートラックが来たぞ。そしたらゴミを持ち上げよっか。気をつけてね、スーパートラック。もしかしたら全部崩れ落ちるかもしれないから。
気をつけて。ふう、ナイスキャッチ、スーパートラック。スーパートラック、ファンがいるみたいだぞ。もう大丈夫だぞ、ベイビーマット。怖かったかい？けど、スーパートラックのおかげでもう大丈夫だぞ。何かしたいのかい？スーパートラック一本取られたね。ありがとうね、スーパートラック。そしたらペイントボールで仕返ししないと。じゃあね、みんな、またね。スーパートラック。やあみんな、明日のカーシティのパーティーの準備かい？明日作る予定のピザとドーナツについて話してるのかな？どうしたんだい、キャリー？ああ、クリストファーがピザの生地を混ぜてるけど、他にドーナッツバターを混ぜられる人がいないって？残念だな。君がもしクリストファーみたいなミキサーがあったらできたのに。そうだ、クリストファー、スーパートラックを呼ぼう。カール、手伝ってほしいんだ。知ってるかもしれないけど、明日パーティーがあって、キャリーとカルルがピザとドーナツを作るんだ。クリストファーがピザの生地を混ぜてるんだけど、ドーナツ生地を混ぜられる人がいないんだ。なんとかできないかい？すごいぞ、クリストファーみたいなミキサーじゃないか。いいぞ、スーパートラック、準備完了だね。じゃあ行こう。やあ、スーパートラックが助けに来たぞ。ピザを作るのにまたたくさんの小麦粉が必要になりそうだね。そしたら小麦粉をクリストファーのドラム缶に注ごっか。その後水を加えよう。フランクが手伝ってくれるみたいだね。そしたらドーナッツバターを混ぜよっか、スーパートラック。
じゃあ入れるぞ。そしてフランクが水を入れる。じゃあねフランク、ありがとね。スーパートラックかき混ぜよっか。クリストファー、君もかき混ぜ続けるんだ。ピザの生地は長く混ぜなきゃいけないからね。おっとスーパートラック、クリストファーが疲れてるみたいだね。どうしよっか。踊ろっかクリストファー、音楽を聴きながらやれば楽しくできるんじゃないかい。よしクリストファー、そしたらそろそろピザの生地を取り出そっか。いいぞ、そしたらドーナツを作ろっか。ドーナツ早く形取らないとね。キャリーが一つずつ作っていったらすごく時間がかかっちゃうから。何か考えないかいスーパートラック。そしたら冷やそっか。ああお腹が空いてきちゃってもうすぐに食べたいってまあできるまでのお預けだね。ありがとうねスーパートラック。じゃあまたパーティーでね。みんなもまたね。今日は夏休みだ。そしてカーシティのベイビーたちは遊園地で楽しんでるみたいだね。大丈夫だよベイビーマット、乗り物が好きじゃない人もいるもんね。すぐ終わるよ。あらら、これはちょっと危険だぞ。なんとかしないと、アンバやあカール、カーシティのベイビーたちが観覧車から降りれなくなっちゃったんだ。おおおお、失敗はできないぞスーパートラック、絶対に助け出さないと。いい考えだ。どうやって中に入るんだい？牽引車のトムが必要かもね。でも電気がなくて倉庫から出られないはずなんだ。
聞いてるみたいだぞ。トム、スーパートラックを手伝ってほしいんだ。供給するのにも太陽パワーがたくさん必要になるかもね。大丈夫だよベビーマット、スーパートラックがすぐに直してくれるさ。スーパートラックがみんなが必要としてた電気をこれで完璧に戻してくれたね。スーパートラック、ペニー、今日も優雅に空を飛んでるな。今日は特に機嫌がいいのかな。あれ、あそこで風船を持ちながら隠れてるの誰だ？ああ、アンバーとピックルじゃないか。けどなんで隠れてるんだ？アンバー、ピックル？どうしたんだい？なんでこんなところに隠れてるんだい？ペニーのためにサプライズバースデーパーティーをしたいんだけど、バレそうだって？ペニーにバレないでバースデーパーティーをする方法か。なんだってピックル、考えがあるって？そうだね、スーパートラックならなんとかできるんじゃないかな。アンバーがここで待ってるからスーパートラックを呼びに行けるかい？カール、君もペニーのことを今見てるのかい？いや、カール、アンバーとピックルがペニーのサプライズパーティーをしようとしてるんだけど、バレずに計画することが難しそうで、なんとかできないかい？カメレオントラックになるって？なるほどね。
まあなんかすごいけど何も変わってないんじゃ。なるほどね、そういう変わり方ができるのか。アンバー、ピックル、スーパートラックが手伝いに来たぞ。すぐそこにいるよ、ちゃんと見るんだ。ほら、いたじゃないか。今日はカメレオントラックになったから、これでペニーにバレずにケーキと風船を運べるんじゃないかな。今は見えるけど、ほら消えた。そしたらパーティーの準備をしよう。ケーキ美味しそうだね。そして風船も綺麗だね。これはペニー喜ぶぞ。おっと、あー、ペニー、今何か見たかい？風船を見たって？誕生日と何か関係があるかもしれないんじゃないかって？そうだね、ここには誰もいないぞ。みんな誕生日を忘れてるんじゃないかって？そうかな？サプライズだ！どうやってこんなに早くパーティーの準備をしたんだろうね。まあちょっと手伝ってもらっちゃってさ。まあとりあえずは君の誕生日をお祝いしよっか。じゃあ楽しんでね。手伝ってくれてありがとうね、スーパートラック。